哲学的ゾンビ、哲学的ゾンビ、哲学的ゾンビ、逆、とは、心の哲学で使われる言葉である。物理的、科学的、電気的反応としては、普通の人間と全く同じであるが、意識、クオリアを全く持っていない人間と定義される。デイビッド・チャーマーズが1990年代に、クオリアの説明に用いた、思考実験であり、心の哲学者たちの間で、有名になった。 ホラー映画に出てくるゾンビと区別するために、現象ゾンビ、ファナマネルゾンビとも呼ばれる。主に性質二元論、または中立一致言論の立場から、物理主義、または唯物論の立場を攻撃する際に用いられる。ゾンビの概念を用いて、物理主義を批判する。この論称のことを、ゾンビ論法、ゾンビアーギュメント、または創造可能性論法。 ンシーバビラティアーギュメントと呼ぶ。哲学的ゾンビの概念について紹介する。まず、哲学的ゾンビとは次のような意味であることを明らかにしておく。議論の混乱を防ぐために、次のような二つの区分がある。哲学的ゾンビという言葉は、心の哲学の分野における純粋な理論的なアイデアであって、 単なる議論の道具であり、外面的には普通の人間と全く同じように、振る舞うが、その際に、内面的な経験、意識やクオリアを持たない人間という形で定義された、仮想の存在である。哲学的ゾンビが実際にいる、と信じている人は、哲学者の中にも、ほとんどおらず、哲学的ゾンビ存在可能なのか、なぜ我々は、哲学的ゾンビではないのか、などが、 心の哲学の他の諸問題と絡めて議論される。仮に哲学的ゾンビが存在するとして、哲学的ゾンビとどれだけ長年付き添っても、普通の人間と区別することは誰にもできない。それは、普通の人間と全く同じように、笑いもするし、怒りもするし、熱心に哲学の議論をしさえする。物理的、科学的、電気的反応としては、 普通の人間と全く同じであり区別できない。もし区別できたならば、それは哲学的ゾンビではなく行動的ゾンビである。しかし普通の人間と哲学的ゾンビの唯一の違いは、哲学的ゾンビにはその際に楽しさの意識も怒りの意識も議論の厄介さに対するイライラするという意識も持つことがなく、意識、クオリアというものが全くないという点である。 哲学的ゾンビにとっては、それらは、物理的科学的電気的反応の集合体でしか、ない。ゾンビ論法、ゾンビーアーギュメント、または、創造可能性論法、監視バビラティアーギュメントとは、物理主義を批判する以下の形式の論章を指す。各段階について説明すると、ゾンビ論法と類似したタイプの議論、つまり、意識体験と、 物質の形や動きとの間に合理的なつながりが見出せないというタイプの議論は歴史上様々な形で論じられている。歴史を下るにつれて議論は宣伝されていくが以下主な例をいくつか列挙する。17世紀のドイツの哲学者ライプニッツが著書モナドロジーの中で風車小屋を引き合いに出していった次のような論章が ここで使われている言葉は少々歴史じみているが表彰という言葉がおおよそ現代でいうところの意識という言葉と対応するこの風車の議論からライプニッツはモなどライプニッツが存在すると仮定したそれ以上分割することができないこの世界の最小構成要素の内的な性質として表彰を位置づけていく20世紀前半哲学者 バートランド・ラッセルが物質の分析、アナリシス・オブ・マターを中心に様々な著作の中で展開した議論の中にも同種の議論が見られる。ラッセルは物理学はどのようなものかということの分析を行う中で物理学は対象と対象の間にどのような関係があるかを扱うがそうした関係を持つ等の対象の内在的性質が扱えないとし、 物理学が行う世界の記述を外形的なもの、世界の因果骨格、コゼル、スケルトン・オブ・ザ・ワールドを扱ったものだとした。1970年代、哲学者、ソウル・クリプキが、様相、モダリティの概念を用いていった、様相論法、モーダル、アーギュメントと呼ばれる論証がある。この議論は、直感的というよりかなり利口的なものだが、可能世界論の枠組みの中で、固定主義し、 リジットデジグネーター間の同一性原名は必然的なものでなければならないという前提に立った上で神経現象と痛みに代表されるような私たちの持つ心的な感覚との間の同一性原名いわゆる同一説を批判したこの論章はクリプキの講義録名指しと必然性で詳細に論じられているクリプキは同書の最終章で論章の結果を 以下のような空話的なストーリーで表現している。他逆転スペクトル、メアリーの部屋、中国語の部屋などの思考実験が似た問題を扱っている。物理主義の立場から寄せられるゾンビ論法への批判は、現時点の私たちに、ゾンビは一見論理的に可能に思えることは認めつつ、これはしばしばゾンビ直感と呼ばれる。そうした直感は主に現在の私たちの神経経営の無知。 に起因するという形で行われる。つまり、神経系への理解がまだ中途半端な段階にあるから、現象体験を完全に書いた人間の機能的、同型物などと、うものを想像できるのであり、もし神経科学の知識が深まっていけば、そうした存在は、論理的に不可能であると、理解できるだろう、と。これはアポステリオリな必然性からの議論と呼ばれる。こうした、 主張の説明として、よく使用されるのは次の例である。もう一つの主要な批判点として、ゾンビが想定可能、意識体験は、物理的な事実に、論理的に付随、しないという前提を取った時に現れる判断に、関する因果の問題がある。意識体験を物理的現象と別のものとし、かつ、物理的世界が、物理法則によって因果的に閉じている。 物理領域の因果的平筒み性とした場合に物理世界で行われている判断に意識体験そのものが組みしてこなくなってしまう因果的排除の問題であるゾンビ論法の提唱者であるチャーマーズ自身はより対象範囲を絞り込む形でこの問題を現象判断のパラドックスと呼んでいる次のような問題であるスーザン・ブラックモアの考えでは 受け入れることは難しいが意識とは錯覚であり、自我を持つ誰かなどはおらず、私が存在するような気がするときはいつも、その私は一時的な虚構に過ぎず、また脳を構成する物質は物理法則に縛られているので私たちに自由意志はない。もしこの過程が正しいものであれば、人間は生まれたときからの環境外部の入力と、その反応の出力の積み重ねによって今ここに、 生きている哲学的ゾンビの存在そのものである。日本語のオープンアクセス文献。日本語の文章、を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。